はい、今日のコーデをご紹介していきたいと思います。はい、トップスが島村青木美佐子さんニナスコラボのカットソーですね。 T シャツになってます。今日はもうね、ほんと10月も終わり半ばか、半ばなのに夏日になるそうで、はい、ちょっと涼しげにしてみました。と言いますのも、今日は会社のスポーツイベントのボッチャ大会というのがありまして、ちょっとそれに参加してくるので、カジュアルで動きやすい服装にしたつもりです。はい、ハートのネックレスをしてみました。こちらも島村とひなさんと どなたかちょっとね忘れちゃいましたけど、はい、コラボの、はい、商品です。なんかね、すごいハートがね、すごいキラキラして可愛らしいんですよね。はい、髪の毛ちょっとね三つ編みしてみました。はい、リボンは、島村と青木美佐子さんニナスコラボのピンクです。可愛いです。はい、そして、パンツがユニクロです。ユニクロ久しぶりです。もすごくシャカシャカして、まあ、薄手で履きやすいですね。パラシュートパンツっていうんですけど、はい、最近ユニクロ行ってないんでちょっと今売ってるかどうかわからないんですけど、すごいねポケットもありますしね、ウエストもゴムで履きやすいです。はい、バッグの方がですね、ケイトスペードのこちらでいきます。ボディバッグ、ウエストポーチなのかな、どっちにも使えますけど、今はねこうして斜め掛けにする感じの方が多いですよね。これもねゴールドでちょっとこのカットソーに合わせてみました。はい、まあちょっとボッチャ大会初めてなんで楽しみなんですけど、はい、行ってきます。もしそう寒かったらと思ってパーカーを持っていこうと思ってます。まあ、寒くはないと思うんですけどね、エアコン効いてるんで会場がね。はい、アリスさんのこちらを持っていこうかなと思ってるんですけど、なんか着るとすごいなんかフリフリになっちゃって大丈夫かなって感じなんですけど、まあ大丈夫じゃなくても着ますけどね。はい、はい、ですね、久しぶりにこちらの、はい、今日持っていくバッグの中身をご紹介していきたいと思います。はい、意外とね小さく見えて結構入るんですよ。まずは、美佐子さんのリップですね。リップと、あとはシナモンくんのハンカチ、ダイソーで購入した半分のサイズのハンカチです。これいいですよね。はい、こちらと、あとは車と家の鍵、はい、サンリオで購入したキティちゃんのキーホルダーです。はい、あとはこのバッグ中にもこうカード入れがついてるんですけど、免許証だけ、はい、このバッグのホルダーに入れてます。あとはこちらですね、タルバイユミさんの、はい、このケースに入れていきます。入れていきますって、お金ね、お財布、はい、こちらにしました。カードがね、スリットが5個入ってるんですけど4つ入れてみました。はい、お買い物に行ってくるので、はい、あとはお札とコインはこんな感じで、はい、お札は三つ折りで入れました。15,000円とあと小銭ですね、コインはそのまま入れてます。三つ折りにするとまあなんとか大丈夫ですね。二つ折りだとここも食っちゃってお札がねボロボロになっちゃうんで、はい、こんな感じで可愛いですよね。はい、意外とね大きいんでどうしようと思ったんですけど、このバッグにはこう入りました。まあ、もっと入れようと思えばね入れるられるんですけど、まあこんなもんですぐ帰ってくるんで、イベントが終わったらすぐは帰ってこない、島村とか行ってきますけど、はい、こんな感じでちょっと閉めますかね。出ちゃってるこれ、ユミさんの、はい、こんな感じです。はい、無事ボッチャ行ってきました。
なぜか優勝できたんですけど、はい、あの商品優勝の賞金商品はなかったんですけど、まあ、ジュース2本人より多くもらえたくらいだったんですけど、楽しかったですね。あのパラスポーツなんですよね、はい、あの車椅子に乗っててもできるスポーツで、まあ、結構楽しかったです、まあ、優勝したんでね余計に、はい、ではですね、まあ、島村に帰り行ってきてました。購入してきたものをご紹介していきたいと思います。はいはい、まず1点目、ニットを購入してきました。はい、こういったニットです。これは先々週行った時からありまして、目をつけていたものです。はい、このお袖の感じがね、パフッとしてて可愛くて、もう一番気に入ったのはこのね、胸元のねリボンの刺繍。はい、ロゴはね、なんだ？なんて書いてあるんだろう。はい、ちょっと英語書いてありますね。はい、後ろはシンプルな感じです。まあ、ちょっと首のところにこうちょっと黒でトリミングしてあったり、あとはまあ袖のところにもついてますね。あと裾ですね。はい、割と短い丈です。はい、こちらはのコラボとかではないですね。はい、このブランドロゴがついております。はい、こちらはですね、リボン刺繍、リボン刺繍、JQPU、はい、M サイズ、税込み1969円。な、結構ね、高いなと思ったんですけど、まあ、この可愛さですから、可愛いなと思っちゃって、はい、うん、買いました。そんなモコモコしてる感じではないし、着膨れしないかなと思って、丈も短いし合わせやすいかなと思って購入しました。こちらアクリル 100% になってますね。暖かそうです。多分毛玉にはなっちゃうかな、何回も。はい、でもね、洗濯機でね、私はぐる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 洗っちゃうんですけど、ぐるぐるね、はい、それが一番いいですよね、洗濯機で洗えるのがね。はい、はい、続きましてで、ちょっとアクセサリーを購入しようかなと思ったんですけれども、あの戻しまして、アパレルにしました。こちら、また黒い服なんですけれども、こちらをね、購入しました。もうほんとね、シンプルなこの黒のワンピース。まあそんなにシンプルではないか。はい、こちら、フード付きとなっております。フードはね、ちょっと苦手なんですよ、私。髪が長いのでちょっとその処理に困ってしまって、でもね、なんかね、すごい可愛いなと思っちゃったんですよ、思っちゃったんですよ。この袖のね、太い感じ、なんかふんわりパフッとした感じ。あとはウエストが意外と上の方じゃないっていうか、あの割と下の方でこうなんか狭まってるというか、はい、ウエストがね、細い位置がちょっと本当のウエストっていうか、あの 胸下で切り替わってるのはちょっと苦手なんですよ、私。あのすごく太って見えちゃうので、まあ、骨格のせいだと思うんですけど、まあ、なんてことない裾です。で、裏地とかもついてないので結構薄で、真冬は寒いと思います。多少は透けるのかな。裏地もないし裏肝でもないので、もう本当に今着るのには最適ですね。これもコラボとかではないですね。何て思うんだろう、ルティークって言うんだっけ、ちょっとよくわからないんですけど、はい、こういったロゴがついてます。はい、こちらはですね、ウエストタックカット OP、 タックって言うんだ、そうだ、タックって言うんですね。ウエストタック OP、税込み1969円。まあこれもまあまあ高い、うん、2000円だから安いのかな。はい、もう安いんだか高いんだかね、分かんなくなっちゃいますね。はい、このね、切り替えのワンピース、あ、後ろがねゴムになってる。ビヨン、前は本当にタックが入っててすっきりしててね、こういうシンプルだからいろいろ飾り付けっていうか、ネックレスつけたりベルトつけたりね、いいんじゃないですか。はい、着替えていきます。
はい、まずはニットの方ですね。はい、ユニクロの今日履いていたパンツに合わせてます。ちょっとこの辺がすいません、この辺をちょっと隠してすいません。はい、丈はねかなり短いですね。もうパンツのウエストここなんで、はい、ただこうインしなくてもいいっていうのがねすごくいいいいんだかいいんだか。はい、袖はまああのちょうどいい感じです。短すぎないですね。この肩の感じもねすごい可愛いんですよ。このギャザー寄ってて、はい、まあそんなにねあのダボダボした感じではないんで割と、はい、合わせやすいかなと思います。可愛い。次スカート履いてみます。はい、スカート履いてみました。こちらの島村辻のぞみさんコラボのものです。半分こちらがねあのギャザー寄っててリボンがついてるタイプのものです。はい、割とスカートが長めなのであのニットがねコンパクトな感じですごいバランスがいいと思います。身長161センチです。はい、このゴムはあのこのゴムはじゃないすいません、このスカートは総ゴムなんですよ。なのでちょっとねこのニットの丈が短いのでインをしなくても済むのがねすごい可愛いと思います。今日はすごく暑いんですけどもうねすぐねニットをね着る時期が来ますからね。はい、可愛いです。はい、はい、ベージュのスカートを合わせてみました。まあ、割とニットにこの、はい、ベージュというかクリーム色というかねこの色なのでまあ合わないわけはないですよね。はい、スカートトランティアンソンデュモードです。はい、このニットのねこの裾の黒いラインはポイントになりますよね。こううまく、まあ、これは隠さない方がいいか、インしてもはい可愛いかもしれないですけどまああえて出してもいいですね。はい、ちょっとシワ寄ってるわ。はい、続いてワンピースを試着してます。はい、この辺がねこうキュッとしてるんですけどちょっとあの食べ過ぎて胃袋で出てる時はもうここボコッとなっちゃうかもしれない。幅広であのタックが入ってるかっていう感じですかね。タックが入ってる感じですね。この辺がこうキュッとなってます。まああのちょっと多少はスタイルアップして見えるかもしれませんね。はい、スカートの広がりはほぼないですね。ストーンとした感じ、ストレートな感じ。袖はねあのポワーンとしてる感じですね。ちょっとだけ広め、そんなに広くないですけど、ジャージー素材ともまた違う感じなんですけどね、もっと薄いです。はい、今の時期に本当にいいですね。まあ来週からすごく寒くなるんですけど、あの茨城県はね。はい、あとはフードですよね。このフードのこの感じがあまり私は髪が下ろしてることが多いので好きではないんですけど、まああのショートカットの方とかボブスタイルの方はすごい似合うかもしれない、可愛いかもしれないですよ。はい、あでもロングのはい肩も可愛いですね。ワンピースがねとにかくね可愛い、スタイルアップして見えると思います。
美佐子さんのベルトが結構効いてますよね、うん、ちょっとリボンはあった方がいいですね。はい、クロミちゃんのです。はい、寒くなってきましたらこの美佐子さんと、はい、島村のこのサンリオコラボ、こちらのキルティングのジャケットを合わせてもいいかもしれません。このね、はい、フード部分をね出せるので、このキルティングジャケットは襟がない ノーカラーなので合いますね。はい、ちょっとこのプライスカードはね、すいません、はい、こういったねジャケットを着るとまた違って見えますよね。はい、もうこの多分ねジャケットがね素晴らしいんですよ。ロリータにも普通のねワンピースにも使えるので、はい、でもねこの本当にこちらのワンピース、これはね結構気に入りましたね。今暑いからちょっとさりげなく脱いちゃったんですけども、はい、いいと思います。このね袖が長いのがね好きはい、最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。ジル・スチュワートのクリスマスコフレ、すっごい楽しみにしてたんですけれども、勘違いして買いそびれてしまいました。楽天とかアマゾンでちょっと割高で売ってるんですけど、娘に言ったら詐欺じゃないって言うんですけど、どう思います？